私たちのロゼット村は決して裕福ではありませんが、少量のマナを分け合って恵みに感謝しつつ静かに生活していました。でも最近ラルバというエネルギーが村に導入され始めてから事情が変わりました。ロゼット村にもラルバ推進派が現れたんですか？ああ、少ないマナを細々と分け合うよりももっと村が豊かになれると言ってね。マナ貯蔵プラントは破壊され、マナによる生活を守ろうとする人々は激しい非難を受けていたんだ。挙句ラルバ推進派によって立ち退きを要求されて。争いを好まない村民はラルバ推進派の一方的な圧力に耐えられず村を捨てることにしました。それでその村の人たちをこの船で安全な土地へ誘導してほしいというわけですね。構いませんとも、お安い御用です。